TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 クリス・ペプラーです。明けましておめでとうございます。2022年1月2日時刻は、5時13分を回りました。皆さん年越しはいかがだったでしょうか。私は、そうですね、まあ毎年のように12時に大晦日の夜お札を貼りまして、まあ、紅白も見たり見なかったり、ザッピングですよね、結構大晦日っていうのはね。もう NHK 民放いろいろもうザッピングしまくってましたけれども、でも示し合わせてるぐらいみんなやっぱりザッピングに協力してますよね。面白いところでもやっぱり面白くないところがちゃんとみんなこう組み込まれてるんで、そういうところにちゃんとザッピング、あ、面白いとこあったじゃん、全部こう面白いとこみんなこう回ってて、お祭り行ってるのにいろんなこう屋台をこう回るようなね、なんかそんな感じで、フェスですね、大晦日。テレビフェス。民放と NHK がね、仲良くタッグを組んで、フェスやってるような感じですよ。行ったり来たり。あ、ちょっとグリーンステージちょっと見て、あ、じゃあちょっと遠いけれども、フィールドウェブンでも行ってみるか。またね、ホワイト経由して、グリーン戻るみたいな。それがちゃんとこうリモコンで行けるっていうのがね、楽なフェスですよね。そんなフェスでした。皆さんいかがでしたか？それでは2022年1月2日付 TOKYO HOT 100、この日は年間チャートをお届けしましたが、レギュラーチャートのトップ5をこっそりチェックしましょう。5位はノベルコア、サンクスオールマイティアーズ。好調なオンエアとボートも稼ぎ、先週32位からトップ5入り。4位は大橋トリオ、ギフト。 J-WAVE 今年の冬キャン、パスザラブのキャンペーンソングです。先週9位から5ポイントアップ。3位は三浦大知、深呼吸。絶好調なオンエアとボートも稼ぎ、先週5位からトップ3入り。2位はキム・ペトラス、ココナッツ。ドイツ出身のシンガーソングライターキム・ペトラスの新曲、先週26位初登場からエントリー2週目にしてトップ目前。では2022年、トラ年、今年最初のレギュラーチャートナンバーワンは、年越しバオ君。オンエアボートサブスク引き続き好調で、年をまたいで4連覇達成です。バウンディ、踊り子。はい、いかがでしょうか。最新のレギュラーチャートトップ5でした、ね、今年もまたレギュラーチャート超はしょってしまいましたけど、こんなことが許されるのか、私は自問自答していますけど、もう諦めてます。さあ、次回TOKYO HOT 100放送は1月9日、ゲストは今年注目の新人バンドチリビーンズ、そして今年初の持ち込みレコメンは瀬澤奈美さん。今年も皆さんよろしくお願いいたします。 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100。